ドニプロアビアは、ウクライナのドニプロペトロウシクに本拠地を置く航空会社。ドニプロ国際空港を中心に国内外に定期便を飛ばしているほか、チャーター便も手掛けている。約マイナス40ドニプロアビアは1933年に、アエロフロートの一部であるニープローパトロウフスク、インテグレーテッドエアスクワットとして設立され、運航を開始した。 1996年6月22日より、ハブ空港としている、ドニプロペトローシク国際空港とともに、株式会社へと移行に伴い、ウクライナの政府機関である、国有財産基金の完全子会社となり、約1600人の従業員を抱える。2006年度ドニプロアビアは17%の収益増加と54%の旅客輸送数増加にもかかわらず600万ドルの、 損失を計上した。これは、ルフトハンザ航空のドニプロペトローシク、国際空港就航をめぐり、ドイツ当局と葬儀になったことで、空港を所有するドニプロアビアのドイツ路線が、運航休止に追い込まれたことが原因である。ボーイング737から400、ボーイング737から300約、約マイナス422009年3月29日、現在の保有機材は、以下の通りである。 また以前は以下の機材も保有していた。ありがとうございます。